日経新聞の方です。昨日のですね、与野党の新選に対する合同会議で、細野秘書官補佐官の計画的避難区域について、まだ設定予定地域で、総理が決断を下すまでは設定予定地域で、自治体とこれから相談して決めるということをおっしゃったんですが、これだと今後また自治体の意向によっては変わる、余地も残したような発言であり、また出席された方の方によると、そこに出席されていた政府側の方はみんな説明がそれぞれみんな違う上に曖昧だったということなんですが、一体この計画的避難区域の位置づけというのは政府の中にも明確になっているんでしょうか。最終的には原子力災害対策本部長として内閣総理大臣が指示をする、市町村長に指示をするだったと思います、がまさにそれぞれの地域の事情に応じてですね、具体的な避難の仕方あるいは避難後の例えば避難後にどの程度当該地域に出入りできるのか等あるいはその人間についてにとどまらずですね、家畜などもたくさんいらっしゃる地域であったりとかいうことを含めてですね、具体的にじゃあ避難をされるやり方や避難された後の対応についてしっかりと地元の皆さんの声地元の事情ということを踏まえて全体としての計画を立ててそれに基づいて避難をしていただくという計画的避難指示でございますので、そうした計画を立てた上で最終的な指示を出すということでございますので、まさにそういったレベルについては地元の皆さんのまさに地域の声を踏まえて具体的な計画の詳細については決めていくそのプロセスにあるということです。その計画指示というのはこの間の話今までの話ではエリアごとに段階的に避難もするし事情に応じて時期も変わるということでしたけれども、総理の指示は全部まとめて全ての計画が確定した段階で出されると。それについても地元の事情を踏まえながら安全性の観点との兼ね合いの中で決めていきたいと思っておりますので、最終的に確定しているわけではありません。1ヶ月をめどということでしたが、それは先日の江上さんの発表から1ヶ月なのか、1ヶ月をめどとするのか、総理の指示が来たら、おおむね1ヶ月をめどとするのか、どちらだと考えますか。まさにおおむねのめどでございますので、必ずしも起点、何月何日からの1ヶ月で、安全でなくなるとかという意味での1ヶ月のめどということではありませんので、まさに全体の計画の具体的なありようの中で、安全性に問題のない範囲内で、具体的計画を決め指示をするということであります。あともう一点話が違うんですが、昨日総理と国民新党の亀井代表が会談をされた中で今後復興実施本部を設置して与野党の幹部がその中でコストの幹部についていただくということを決めたということなんですが、これは確認を政府としての同意だと思います。総理と連立を組む国民新党の代表とのお話でございますので、それに基づいてさまざまなことが具体的に動くのかもしれませんが、現時点で何らかの具体的な指示があるわけではございません。毎日の質問を その計画的な空気のプロセスにある中で、その住民の方がどうなるかわからない中で、昨日の総理と松本さんの発言だった、余計そのプロセスにある中での発言だけあって、余計混乱を招いていると思うんですが、それについてはどういうふうに思いますか。そもそもが総理がそういったことをおっしゃってなかったわけでありますので、結果的にそういった不安を抱かせる結果になったことについては真摯に受け止めなければいけないというふうに思っておりますが、改めて本当に中長期的な見通しについては原発をまず収束をさせ、さらに安全性確認しながらさまざまなモニタリングを充実させていくことの中で出てくる話であると。ただまずは少なくとも一旦は避難をしていただかないと健康に問題が生じる可能性がある出てくるということでございますので、そのことを繰り返し丁寧にご説明申し上げ、なおかつ特に近い部分のところはもう一度大きく出ていただいておりますが、今問題になっている飯舘村等についてはですね、安全性の観点とそれから地域のご要望を踏まえながら対応していくということで丁寧にご相談をしながらやっていく
ということでご理解をお願いしていくしかないと思っております。フジテレビの木村です。今日午後復興構想会議の初会合を開かれますけれども、改めてになりますけれども、どういった議論を期待されるかお願いします。はい、まさに、与木部長、議長をはじめとしてですね、それぞれの知見のある皆さんにお集まりいただいて議論するのでしていただくので、我々から具体的にどうこうということは あまり申し上げるべきではないかもしれませんが、まずはとにかく被災者の皆さん、そして、それを支援していただいている、日本全体の国民の皆さん、そして日本に注目をし、この間支援もしてきていただいている世界の皆さんが、なるほど、日本はこれで、復興するんだと、そして復興後の日本は地震による多くの方の命が失われて、大変なご苦労を被災者の皆さんにおかけをしたけれども、震災前の東北よりも、震災前の日本よりも、素晴らしい日本になったんだということを思っていただける、そのことの期待を持っていただけるような議論をしていただきたいと願っております。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。BS の番組で福山官房副長官がレベル7への引き上げにつきまして、遅かったことは反省しなければいけないと語ったの、語ったとのことですけれども、レベル7への引き上げの遅れは、周辺地域の人々への健康や一連の事故への対応に影響はなかったと見られているのか、あるいはその逆と考えられているのか、ご見解を。はい、昨日来も申し上げておるんですが、そしてちょっと昨日私の発言が若干誤解を招きかねない発言でありましたので、その点 の正確な申し上げ方も含めて申し上げたいと思いますが、3月の時点で、原子力安全委員会が、スピーディーを使って3箇所の、モニタリングの結果から逆算をしてですね、原子力発電所からの出ている放射線量についての推定を行いました。それについては原子力安全委員会等から私も報告を受けておりまして、この推定によると正確な数字まで記憶をしておりませんが、今回出た K レベルのベクレル数になるというような推定推測の話は3月中に報告を受けておりました。ただそれで、それが確からしいものであるということと、それからそれがレベル7に引き上げるべき対象の数値であるということは、11日の夕方にご報告を受けたということでございます。で、ただ、まさにその数値が、バクとした確実性のない数字ではなくて、かなり確からしい数字であるということが確定をしたので、それを受けて、レベル7への引き上げということを行ったということでございます。ただその3月の段階で、その計単位のベクレル数で放出をされていた可能性があるということの報告といいますかですね、分析予測がなされた時点からですね、そのことを前提にした、つまり、もしも状況が悪ければこういうぐらいの数字になることもあり得るということの認識を持っていたわけでありますので、そのことを前提に避難のエリアであるとか、それから原子力発電所に対する対応であるとかということは、確定値ではない、あるいは確実性の高い数字ではないけれども、そういう数値である可能性があるということを踏まえて対応してきておりますので、対応が遅れたということはないというふうに思っております。ブルームバーグの広川ですけれども、東京大学のロバート・ギャラー教授という地震学の専門家の方がですね、イギリスの科学雑誌のネイチャーに、日本の長期の地震予測のシステムは、東日本大震災など、ここ30年余り起きた死者が10人以上だった大地震を十分に予測できずに、結果があるから、今のシステムを予測は、即刻やめるべきだという論文を発表しているんですけれども、こういった批判が出ていることについて、政府としての受け止めとですね、今後 の中長期の地震予測のあり方について見直す考えはあるかどうか、お聞かせいただければと思います。まず、その専門家の皆さんの中におけるですね、専門的な意見の違いそのものはですね、
専門家でない政治の立場から直接コメントをするべき性質のものではないというふうに思っております。ただ専門家の中にある意見、それが専門家の間での一致した意見ではないとしてもですね、安全性確保防災という観点からはよりリスクの高い可能性の指摘を前提に対応するべきであるというふうに私は思っておりまして、そうした意味では今回の原子力発電所に対する津波被害について、大方の皆さんは安全だということで、評価をされていたようでありますが、国会等でも一部から津波等による被害についての危険性を指摘をされていたにもかかわらず、その準備がされていなかったということについては、これは真摯に受け止めなければならないと。したがいまして、専門家の間の皆さんの中の、まさに意見の分布の状況とかですね、そういったことを踏まえて、現状の全体としての地震対策について見直す必要があれば、当然見直すことになりますが、それはまさに科学的な一定の議論なり、具体的にそのご主張自体が論文等に出された上で、専門家の皆さんのご意見も踏まえて対応、政府としての政治行政の対応が決まっていくということだと思います。産経新聞の小田ですけれども、先ほど、質問が出た関係なんですけれども、その避難計画で1ヶ月をめどに、移動してくださいと、それについてはその発表をめどなのか、その起点がですね、指示が出てからなのかと、結局それでちょっと、その長官の説明がよくわからなかったんですが、結局発表からなのか指示からなのか、どっちなんですか。すみません、事柄の性格として、その何月何日でないといけないという性格のものではない。しかも避難計画的避難指示を出すことを予定している地域の中においても、積算の放射線量の予測の数値は大きく、ある程度の幅を持っておりますので、1ヶ月をめどというのは、まさに文字通り1ヶ月をめどということで、それまでにさまざまな具体的な計画や避難後の対応について、地元の皆さんとご相談をして、そして特に、リスクの高いところから、できるだけ早く避難をしていただくというようなことを進めていただくということについて、1ヶ月程度を目標に立ててやっていくということでございますので、なんか何月何日でないといけないとかという意味で、1ヶ月をめどとして申し上げたわけではないということを申し上げています。その指示がされてからなのか、発表されているからなのかわからないとですね、地元の自治体なり住民の人はすごい困ると思うんですけど、いつまでにこういう段取りで避難をしましょうという計画を、そのものを今、自治体の皆さんとご相談をして、実際に指示が出されるときには、そうした具体的な計画そのものまで指示の内容に入れるわけではありませんが、そうやって地元の皆さんと調整をして、ある程度具体的に立てられている計画を前提に指示を出しますので、その時点では、その計画でのいつ頃までにというのは示されることになるというふうに思います。よろしいですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。